こんにちはえは、ー、今回なんですけども普段から喉が詰まってる方なんか唾飲み込むとここ引っかかるんだよね、うん、なんか引っかかりを感じるって方ねえー、についてお話しというかチェック方法と解決策を、えー、紹介していこうかなと思いますちなみに僕も前は突っかかってましたなんか飲み込むと当たるみたいななんか引っかかるな今はなんか喉ごと動いたなぐらい滑らかですはいそんな感じでございますまずチェック方法なんですけども唾を飲み込んでみてください そのののど上上に上がっってどのぐらいい引かかかるる感じると思いますその後に喉仏を探してください。まあ僕はもうわかりやすいのでここなんですけども、わからない方はえ探して、ここかなと思う出っ張りのちょっと上にくぼみがこういう風にあれば、それが喉仏のところです。こう、こう V の字にこういう風にくぼみがあるので、その出っ張り、出っ張りの上にくぼみがあれば、そこが喉仏です。はい。 そこの喉ぼろけの出っ張りがある皮膚をつまみます。そして引っ張ります。引っ張ったらもう一回唾を飲み込んでみてください。この時に引っかかりが全然変わるんであれば、えー、結構引っかかってる方なので、これから紹介するエクササイズをちょっとやってみてください。まあ、そうは言ってもね、引っ張った方がそれは引っかかりが弱いに決まってるので、そんなね、誤差だったらそんなに気にすることはないかなと思います。 じゃあ何をするのかってことなんですけどもまあボイストレーニングをまずするっていうのは大前提としてくださいあとはストレッチとかマッサージとか日々日頃の体のメンテナンスっていうのはまあやっといていただければと思いますでもここでお伝えするのはすごく簡単な方法をシェアしますってことでやり方を紹介していくんですけども指をこういう風にしてくださいそして親指をここ耳の裏のくぼみあたりですね顎を開けた時にへこむところそして人差し指を逆側 で、届かない方は指2本出してもらっても大丈夫です。こうやって当てても大丈夫です。で、こうやってやって、こうなぞるだけ。優しくなぞるだけ。この時に、石鹸とか、まあ、シャンプー、リンスとか、こう、滑りがいいもの、オイルとか何でもいいので、それ使ってあげるともう少し効くかなと思います。お風呂場とかでやる際に、えー、シャンプーとかリンスとか石鹸とか使って滑りを良くしてやってあげるともう少しいいかなと思います。どこに持っていくかなんですけども、のとぼとけ。 ののの上上ににああるるる骨骨という U の字になっている骨があるんですけどものどぼどけの上この上にスライドさせてください。こっから上ですね。な,なので、こっからこう上をなぞっていきたい。こう上をなぞっていく。この顎のラインですね。ここをこうなぞっていく感じ。な感じです。これを大体1分ぐらいずっとなぞってください。 一分ぐらいなぞった後に、今度は、舌骨と喉仏の間にある隙間があるんですけども、ここを喋らないで、力を抜いて、こうつまんで、軽く揺らしてください。ここの両脇ですね。両サイド。この間をこう、軽く。本当に軽くていいです。こんな。 グッてやる必要ないですね。ほんと触るぐらいでいいです。触る程度でずっと、こうやって揺らしてあげます。こんな感じ。こんな感じで、揺らすの1分、なぞるの1分、両方やったらもう一度、唾を飲み込んでみてください。 ここで緩和されてたら嬉しいですね。効果あるって感じですね。その方は継続的にやっていただけるといいかなと思います。この時注意点なんですけども、本当に強くやらなくて大丈夫ですので。っていうのと、間で痛みがある場合は、本当に優しくやってください。痛みがある場合。うん。 痛いからといってやらないんじゃなくて、痛ければそこちょっと凝ってる証拠でもあるので、やってほしいんですけども、専門家ではないじゃないですか、僕も、見てる方もね。なので、その、怪我はしないでほしいので、不安だったらやめてください。責任は取れないので、はい、そんな感じでやっていただければと思います。今回は以上になります。ぜひね、あの、詰まりとかが取れたらいいなと思いますので、ぜひ継続的にやってみてください。失礼します。